公明党が激怒自民党小野田君に。デイリー新潮や読売新聞などによりますと、自民党の小野田議員が1月15日にツイッターにて、政党が違うのですから、選挙は他党の推薦ありきでやるのではなく、それぞれ自由にやるのが自然ですよね。公明党さんの推薦見送り検討共感します。お互いそれぞれ頑張りましょうってやつですね、などと、 発言した件で、公明党が激怒し、5月26日に岡山選挙区において、小野田議員の推薦拒否を決定したことが明らかになりました。デイリー新調は自民党の岡山県議の話として、公明党の激怒っぷりを紹介しておりますが、公明党は岡山選挙区において、およそ12万票の周票力がございますけども、 ま、対するおかしな野党は、立憲民主党と国民民主党は共闘体制ではございますが、共産党は独自に候補者を寄りしており、野党共闘は崩壊しております。2019年の参院選では、公明党が推薦した自民党の候補者がおよそ42万票を集めており、野党共闘の立憲民主党の候補はおよそ25万票を集めておりました。今回の参院選において、 直近の参院選の票数を使い、単純に票を読いたしますと、小野田議員が30万票、立憲民主党の候補が20万票程度になるのではないかと思われ、公明党の12万票が全て立憲民主党の候補者に流れるような事態になりますと、小野田議員が撤廃する恐れもございますが、そこまでの事態にはならないのではないかと思われます。また、 公明党は中国避難決議ですとか安全保障関連の法案に対する動きを見ておりますと、まあ、自民党というか日本の足を引っ張っているように見えますので能力のある議員から見れば、まあ、公明党に対して批判的になってしまうのは当然ではないでしょうかさらに公明党を嫌っている国民の皆さんもある程度いらっしゃるため小野田議員の票数が増える可能性もございますが 小野田議員が他の候補者に圧勝した場合、公明党の自民党に対する影響力が薄れる可能性がございます。この岡山選挙区、今後の自民党と公明党の連立を占う注目選挙区となりそうです。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。